阪神タイガースに新入団した選手たちの背番号がとうとう決まりました。ドラフト1位の馬場投手が、背番号18番をつけることになりましたね。エースナンバーつけることになりましたけども、まあエースナンバー言いましてもね、昔はね、野田投手や矢部投手つけてましたけどもね、最近ではね、杉山投手や二神投手ね、あと球児ね、球児もつけてましたけども、1年間だけね、まあエースっていうほどは、活躍できませんでしたのでね、ぜひね、馬場投手、背番号18をねエースナンバーにしてくださいね。期待してます。そしてね、ドラフト2位の高橋投手がね、左ピッチャーということもありまして、なんとね、井川慶の背番号29番を引き継ぎましたね。まあ、29番って言ったらね、井川投手、そして、小島投手ね、左のピッチャーがつけるっていう背番号になっておりますけども、なぜかね、キャンベル選手がつけてましたけども、まあ、それを忘れましょう。ね。そして、ドラフト3位のね、熊谷選手がですね、前、上本選手がつけてた背番号4番、つけることになりました。まあ、背番号4番といえばですね、まあ、上本選手の影響もありまして、俊足高打の内野手がつけてるイメージがありますけども、今まで背番号4番を一番長い期間つけてた選手というのがですね、川藤さんです。ね。川藤さんね、約17年間もね、背番号4番つけてました。ということで、ぜひね、熊谷選手は、川藤さんのような選手に、なってほしいと思います。あ、すいません、ちょっと嘘つきました。そしてドラフト4位の、島田選手、島田海里選手ですね。なんと、あの赤星選手の53番受け継ぎました。ね。もう期待の表れですよね。まあ、阪神もね、足の速い選手いっぱいいるんですけどもね、なかなかね、盗塁のできる選手が現れない。足が速ければね、盗塁ができるってわけでもありませんので、島田選手にはね、赤星選手以来の、盗塁を期待してます。そしてドラフト5位の谷川投手が、高宮投手がつけてた背番号34番、ドラフト6位の牧丈一郎投手ね、辰吉丈一郎から、丈一郎を取った、牧丈一郎投手がですね、背番号66番をつけます。そしてね、DeNA から加入した、山崎範春選手がですね、新井亮太のつけてた32番をつけまして、そして台湾からやってきたね、ルーウェンチンね、ルーウェンチとも言いますかね、まあまあ呼び方まだ固定してないんですけども、ルーウェンチンね、リンウェンツでなんかごっちゃになってますけども、ルーウェンチ投手がですね、背番号26番ですよね、ローと書きまして、ルーって読むんですね、昔ね同じ感じでローって呼んでね、ローメイシーっていうね、すごいバッターが巨人にいましてね、台湾からやってきたんですけど、めちゃくちゃ大活躍しまして、そのロメイシ選手がつけてた背番号が、97番やったんですよね。なんで97番やったかと言いますとですね、台湾から巨人にやってきた時の体重が、97キロやったってことから97番つけたんですけども、次の年ね、12番に背番号変わりまして、えらい体重落ちたなって突っ込んだ覚えがありますよね。赤ちゃんやんっていうね。まあまあまあそんなことでね、新しくね、阪神タイガースに入団した選手の、背番号が決まりました。ね、このメンバーで、この新しいメンバーで来年こそ優勝よろしくお願いします。はい、今日のところは以上でございます。学ぶ18号でした。ありがとうございます。はい。